おはようございまーす。ティラと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやね、まあ、この動画出してる頃にはもう過去のものとして忘れ去られてるでしょうけど、クロスブレードのですね、最強勇者決定戦、かっこ笑いというのがありまして、あ、開催されたのがね、12月のまあ、後半ぐらいですよ。でね、まあ、いろんな勇者たちがしのぎを削り合い、運営はエアプみてえな解説をしたという伝説の大会で、そんな中にね、最強を決めたという大会なんですけど、そんなんどうだっていいんですよ。あのね、上位の方々には、限定のなんていうかな、キラキラカードというかな、限定のカードがね、上位の方に配られるんです。上位3名には2枚配られるとかいう仕様もありますね。はい。まあ、こういうのってやっぱりさ、なんていうかな、その、ゲームの民としてね、上位しか入れないんですよ。上位しかもらえないカードですよ。もちろんのこと、メルカリで売ってましたね。あのね、なんか回数分ね、なんかね、資金が必要ため、泣く泣く出品!299回になります、今回は。いろんな戦いがありました。いろんな職業のパーティーを紹介してきました。でもですね、忘れてはいけないんですよ。誰が使っても最強って何って話です。レズムの最強は、武道の登場です。来たーって、来ちまった、来ちゃった。レジェンド魔王の軽い概要はね、じゃあテロップで出しとくわ。はい。特徴的な面が結構ありまして、レジェンド魔王っていうのはね、つばぜりをされないっていうね。まあ、簡単に言えば、魔物使いを、で、魔王を使ってるっていう感覚に近くなりますね。はい。で、なぜ武道が強いのかって話になるんですけど、まあ、まずね、お供の気づきビールが強いんですよ。お供っていうのはやっぱね、お供付きの魔王は、一体系の魔王に比べてね、もちろん一体一体の火力が低くなっちゃうんですけど、今回の場合、お供が強いんですよね。さあ、そしてこの武道来ました。悪夢なんだな、これが。悪夢を呼び起こす。さあ、この悪夢もね、しかもね、攻撃技であるってことね。割と強いんだ。効果抜群だ。うわーい。悪夢っていうのは、爆発癖の特技でありながら、ラリフォーマ効果、耐性持ちが少ないんですよ、ラリフォーマ効果っていうのは。それが放ててしまうと、簡単に。さあ、そして、デイン、よいしょ、素晴らしい、デインが強いんです。このデインが強い。切り裂きピエロっていうのは、人型モンスターなんですよね。で、かつ、デインがね、的確に相手の弱いところを狙ってしまうんですよ。もう、わかりますよね。切り裂きピエロっていうのは、特に状態以上に弱いとかもないし、弱点もないですよ、そんな大した。切り裂きピエロは。ただ、その分ちょっと能力が貧弱かなと。普通に使うと、ちょっと貧弱かな、みたいな感じなんですけど。いやね、武道と、武道がラリフォーマー使える武道と組んでいる。で、かつ4300という耐久がある。で、デインを打つだけでもね、仕事が完結します。もうこれさ、おかしいんだよ。どう見てもおかしいんですよ。SP カードが使えないっていうね、欠点はね、もう、遠の昔に葬り去っても、わー、サイレス。こんなことしてしまえば、つばぜり合いがされないじゃないですか。つばぜり合いされないっていうことは、魔物使いと同じように。勇気逃げは、普通にできます、これ。光歌間とかなくても、勇気逃げが、こうやって強引に可能なわけですよね。まあ、今回まだ使ってないですけど、メラゾーバもかなりの威力を誇ります。なぜゲマが使えなかったのかよくわかりません、僕には。こうなってしまうと勇気の差がね、かなり開いてますね。つばぜり合いもできない関係上ね、かなり厳しい。もう厳しいね、2P チームね。2P チームはもう厳しくなってますよ。この悪夢連打するだけで、ね、もう相手ね、大体止まってくれます。わざわざラリフォーマ体制な、ラリフォーマっていうものを、耐性持っているモンスターそのものが少ないんですよね。さあ、一発逆転、魔人のガンチ。さあ、向こうはそういう SP でどこまでできるかって話ですよね。ひでえな、こりゃ。で、切り裂きピエロたちもね、状態性もかなりのものになってくるんで、まあそんなんじゃひるまないですよ。さあ、でもここね、来たか、サイレス。ここでサイレスが現れるってわけか。うおおおお。しかしまだ2720。しかしまだ2720です。これね、仮にとどめが、まあまあね。仮にとどめが両方同時打ちだった場合なんですけど、相殺になります。つばぜりにならないです。普通だったらね、普
通の魔王戦とかだとなるんですけど、あのつばぜり合いとかにならないんですよ。総裁になります。ということは判定勝ちすら狙える、これがもうね卑怯でしかない。あ、終わるなこれ夢よりもはるかに恐ろしい最強の格というものを見せてやろうこれが現実だ。いくぞ悪夢。はい、フィニッシュ。おっと、ああ終わったわ。あれ、あいつは終わったよ。もうダメだよ、あいつもう何もできねえんだよ相手をね何もせず完封できてしまう、これがレジェンド魔王の強みというやつです。はい、もうどうしようもないですよ。相手はつばぜりもできないし、ムドを止めることもできなかったはい、ラストだいいのかこいつは。いや軽減しづらすぎんのよ。キーザキビエロのデインっていう雷呪文がなぜ強いのかっていうと、雷呪文に耐性を持ってるモンスターが少ないからです。はい、いてもんみたいな性能みたいだったりするんで、デインがとりあえず通る相手が厳しいということになります。なんでじゃあ今度は削り切りならどうかという話ですね。4300っていうのはレジェンド魔王の中ではまあ低い方に入ります。もっと下にもいるんですけど、まあ、もっと下は論外だとしてさあ悪夢から入ります。この悪夢がねもうとりあえずデタラミ、あっと効果抜群アナウンサーもうね、あ来たわ、あー終わったもうこんなんおかしいんだよ、ラリフォーマがおかしいよ全体っていうの全体ラリフォーマっておかしいんですよ。もともとラリフォーマっていう呪文は一体がようやくできるかなみたいな、そう第三の技とかでようやくできるかなみたいな、まあヘルビーストみたいなやつがいます。おいヒョイットね終わったわ、これも勝ちだわ。まあね、ムドウやキリスキビエロ回避率もありますからね、そこそこに。うわもうダメだこいつら削り切りならどうかも何もさ、お前ら削り切れる気がしないもん。オークってもうダメだよこいつ、もうダメだ、もうダメこうなるともうね、どうしていいか分かりませんね。もう一旦何もできてないですもん、つばぜりできないですよ。ほらほら使えないです。ならばマジックバリアで一旦デインよ、デイン使うの分かってますか。キリサキビエロって鮮やかな剣技を擦る必要ゼロなんですよ。まああまりにも威力が低いというか、まあ要するにこのマジックバリア一点読みの時とかメラゾーマデインとか、やっぱ呪文って強いんですよねこのゲームにおいて。なんでマジックバリアのね存在機は対人でもかなり強いものにはなってくるんですけど、じゃあこのデインを防いだとしましょう仮に。はい、こうすると2点有利なんですけど、大体の無道は悪夢で突っ張ってくるんで、あまり解決にはならないと思う。根本の解決にはなるかなって話ですね。ただメラゾーマが当たったとしてもかなりの火力を持つんで、それをね警戒する上ではマジックバリアもいい選択肢になるんじゃないかなとは思うんですけど、とにかく強いんだこのパーティーが。結局悪夢こすられてね、結局悪夢ですから、はい、こちらの本体は悪夢なんですよ。デイン2発防ぐところでね、結局この野郎、この野郎がね、悪夢するんです。はい。おっと、これは、お、寝なかったじゃん。ずいぶん自覚あるじゃないの。ただなー、無理だと思うよ。勇気さが絶望的だよ。キーサキピエロも優秀だしね。ピオニムか、先制攻撃来るか。おっと、まさか、先制攻撃のチャンス。まさかまさかその構えはおっと、もうワンチャン狙いに行こう、ワンチャン狙いに行こう。じゃあセンスチームでワンチャンあるんじゃないですか。ピオリムから、ピオリムから入りました。いいコンボだ、いいコンボだ。でも削り切りには遠いな。でもワンチャン必殺技を使うことによって状態異常があるからね。さあドルマクロスで状態異常狙っていきましょう。ワンチャンもうそれしかない。てかこのままやってたら負けるもんね。ピオリムからドルマクロス、いけぐるぐるぐるー、せーの B。 あ全然、あ全然だわ、所詮その程度あードルマクロスせっかくしっかり打ったのに、かっこいいとこ見せたのにね、選手パーティー。いやー頑張れウォーク、ウォークがやばい、ウォークがデインにやられるやばいこれ圧倒的なんだよな、力の差が、力の差が歴然すぎない。まあでも幸いなことにこのレジェンド魔王カードが出たのはもう最終期も最終期
ナイトリッチやデンタザウスよりも後に出たカードなんでね、もうこうするしかなかったみたいなまるでこうするしか、あーもうダメだ主人公まで寝たよ、ついに主人公まで寝たか。うん、だからまあまあまあ、だからこの話題ってゾーマとかドリアムとかもまあプレイアブルになる時期だったんで、仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね。だからこいつちょっとおかしいですね。他のレジェンド魔王カード、バラモスかバルボロスみたいな一体系魔王は、まあ、どっちかといえば雑魚い方でした。どっちかといえば弱いです。はい。でお供を連れてる中では、あとハーゴンと竜王ですね。ハーゴンはちょっとバカだとしてハーゴンはちょっとバカです。相手は火力バカですね。はい。まあ、竜王ぐらいがちょうど良かったんですよ、強さ的にね。危険ドラゴン切りで特攻を取ることもできたし、竜王ならだからこっちが削り切ることも不可能ではなかったんですよ。うん、でもこいつらはおかしいんですよ。人型と魔王ですもん。人型がいるっていうのがおかしいんですよ。特攻不可能ですもん。でさ、もう溜まってますよ、魔力。相手の4ターン目、4ターン目っていうのは主人公チームだったら、普通だったら魔力溜まるんですよ。はい。ただラリフォーまでね、なんか雑に寝かされたせいでね、まあ、この勇気さってわけですね。どうしようもありません。死んでください。所詮、この程度のチームでは我を倒すのは難しいようだな。やっちゃえデスタムは。意欲なんて。だからこうなっちゃうんだって。基本的にもうこうやって勝てるんだよ、生半可なチームだったら。いやちょっとね、これはね、もう子供聞いたら泣いてしまう。俺でも泣きたい。いや、まさに向かうとこ敵なしじゃねえかなって思ってます、本当に。毎回毎回、こういうのってなんかチーム紹介の後とかにするじゃないですか。僕はチーム紹介して、魔王を倒して、対人バトルもしよっかってなったりするときに、急に出てきて、急にボコスがやってくるっていうチームですよ。めっちゃ強いですね。うん、本当にもうね、飽きれるね。さあ、今度はどうだ。今度は勇者チームです。天かける竜の剣技を持った勇者チームなんで、火力面で押し切ります。で今回はね、デインも240打点が来たぜ。さあもうこう削り切りに行きます。 DPS 勝負、おっとこういうことよ。さあ、ボレルを持った天かける竜の剣技278。いやー、でもこっちも強いぞ。こっちも負けずと。しかし悪夢から逃れられないっていうことを教えてやる。いくら原作でもさ、ムドウ強かったといえ、これは、お、え、お、おっと、避けてますね。ダッシュランとキラパーサが避けてるわ。当たってたら終わってたぞ。でもこのターンでかい、この一旦でかい、この一旦でかい。まさか。でもね、あの正直実機でもさ、最後の時ってレジェンド魔王がね、いきなり乱入してくる人って多かったわ。割とね、そのレジェンド魔王、合体モンスターみたいなもんですよ、要は。合体モンスターみたいにすぐ用意できて、誰でも戦える敷居にはなってたんですけど、うおぉ!こいつら!こいつらまさか!ちょっと待って、与えるダメージ的に負けてる?与えるダメージ的に圧倒的に負けてるぞ、これ。まさか、こいつら。こいつらやるのか。確かに4300が削れないわけではないからね、割と。4ターン以内に、この最終機、天かける竜の剣技やスターライトがあるんだったら、ならは、しかし、それもここまでよ!どうだ?あー、ギリギリ一人出た!一人だ、一人だ、だが一人が出たのは、キラーパーサが出た。主人公が天かける竜の剣技に依存してる以上、主人公と思ったらおしまいだぜ。さあ、天かける竜の剣技、いやー、300だもん。まあ、武道とか切り裂きピエロって、打撃に対して強いわけではないからね。俺で打撃対策持ってたらもうチートだったね。本当に。でも、このままナイトリッチもビクトリーになって、ドラゴンキッズはともかくとして、ナイトリッチはさ、ビクトリーになってちょっと弱体化した形でやってきたんですよ。それでもこれだからね。さあ、ダッシュボム?いや、出る。ワンチャンこいつらまさかやるのか?まさか、そんな、このパーティーを削り切る?ないね!悪夢で終わりよ。待って、本当にこいつらまさか、ちょ、待って、こいつらやるんじゃねえか?うわ、ちょっと待って、本当に!こいつらやるんじゃね?
そんなことがあってたまるか。レジェンド魔王、最強の核は渡さねえ。最強はこの私だ。毎回止めてきたんだから。おら、いや、ガードされてる。止まってない。マジで、え、こいつら、マジそんなことがありえる。え、疾風一閃神風機は、あ、え、あ、え、あ、ちょっと待って、これまさか、え、ありえるの。嘘だ。え、なん、え、レジェンド魔王はこっちからつばぜりを仕掛けることもできない。ラリフォームも効かなかった。え、そんな今日の動画俺絶対負けないと思ってたのに。今日の動画だって俺絶対負けないと思ったのに。え、4300を削り切る前にこっちは悪夢で止めてとどめ打つだけの、そんな簡単な勝負だったのに。嘘だ。ちょっと待って、信じられないことが今起こってる。嘘だ、終わっちゃう。こんなことがあるのか。裁きを受ける時間か。なんだと。乾杯。レジェンド魔王を倒すに至って基本的な戦法は削り切り以外にも勇気を貯める。まあレジェンド魔王は光の弾とかが使えないんですよね。その関係上、勇気を貯めてとどめの一撃を打つのが基本的な戦法です。なんでコンスタントに打撃とかを与えつつ光の弾を使うと主人公チームなら3ターンで溜まります。はい。なんで武道以外の魔王だったら3ターン対戦すれば勝ちみたいなとこあるんですよ。さあ問題は武道であることです。悪夢でまずずらされます。まあ、これは毎回言ってますね。はい。というわけでいよいよ最終戦に行きましょう。このパーティー分かりますよね。低評価60を食らった。勇気のパーティーだ。カウンターの構え。最強には最強でいけ。最強には最強でいきます。そういうことですよね。今度は意地でも相手は勇気を貯めたいと。相手は意地でも勇気を貯めたい。かなり勇気貯めやすいから。あ、来たよ、滅の刀流。だから最悪あいつは2ターンで貯めれるというね、恐ろしいパーティーですからね。光の弾使って滅4と278か。あー、じゃあ普通あたりだね。新早草疾風のごとく連続攻撃320色 1回あたりか。いやー、運悪いなー。さあこの悪夢でキラーリカントは確実に狙われるんで、武道は全体攻撃しか持ってないからね。これラリフォーマがキラーリカントに当たらなければ反撃になりますが、避けています。寝ました。キラーリカントしかも避けました。噛み合わねえな、お前ら噛み合わなさすぎない？すげえ噛み合わないじゃん。いや、デイン、起こしてない？それは起こしてるね。さあ勇気を向こうは貯め切ることができるかどうか。悪夢の妨害によって結局貯められなかったら一緒だからね。まあでも向こうは火力もあるからな。なんだかんだれさっきみたいに削り切りももしかしたらあるかもしれんよ。さあここから新ハヤブサ。でも勇気やばいな、向こうもう半分以上溜まってる。324溜まってない。これは2回攻撃になってない。いや、ならないね君たち。いや、なってたら全然違うぞ勇気量。デインがね、切れ先迷路、賢いことにやっぱカウンター状態なのを分かってるんですよ相手が。なんでキラーリカントに落とさずにあえて効かない主人公に打ってるんですよね、デインを。ただこの悪夢で終わりと。この悪夢で終わり。この悪夢でもう全員寝たらおしまいだぜって話です。はいはい。だー、ダメージも結構食らってんのか。うわーん、また寝たよ。今度こそ動けねえな。でもしかしキラリカント寝なかった。怒りを爆発、テンションカウンター。さあでも勇気はいい感じ溜まりそうだ。うわー、勇気溜まりそうだな本当に。え、次のターンでワンちゃん向こう溜まんじゃね。滅四刀流の機嫌次第ではな、溜まるかも。さあこっからです。相手を滅殺、滅四刀流218、2回入った。これは熱い。最強には最強で言ってるし、避けられてるけどね。あ、でも勇気なんかたまんじゃねえか。勇気たまりそうだぞ、なんだかんだで。これ勇気たまったら僕勝ちだって。
最強には最強で言ってるからね。テンションカウンターのこのまず構えでまず入るからね。勇気たまりそう。あと一発、あと一発か、ギリ足りてないのか、あれあれわかんねえ。でもキラリカンとか、ま、これ魔王の使い動いたら勝ちみたいなとこあるな。悪夢で、でも悪夢でキラーリカウントが寝なければまず勝ちだし、魔王の使い寝なくても勝ちだぞ。これはワンチャンあるな。はい、ガードされてしまった。なんでキラーリカウントはぴょいぴょい避けてんだ。でもこれ勝ったぞ、無道に勝ち筋が分かったぞ。強いパーティーで行けば勝てる。なんだこれ。さすが最強や、さすが最強のパーティーや。あ、思い知りました。なんかすげえ今思い知った気分です。はい、なんか低評価60のパーティーとかめちゃくちゃ強い勇者パーティーとかやったら、ああ、勝てるんだなって。多分全ての行動がラリフォーマに依存しすぎてるんだよね。だからラリフォーマがめっちゃ効きゃ勝てるし、めっちゃ効かなかったら割と普通に負けると。ただそれでもね、切れ先迷路の機嫌もあるから最強の座は譲らなかったんだよね。でも今回は負け。嘘。こんなに無道負けると思ってないぞ俺。魔王には魔王、そう思った時期ありましたし、乱入対戦でまあ乱入してみたら相手もこっちを魔王だったみたいなこともあるんですよね。レジェンド魔王ソクソクハーマンの登場です。世紀末のバトルやな。お互いに主人公チームを大幅に上回るね、雑な耐久度。特に火力面も恵まれているね、こいつらで勝負です。こうなるとハーグンチームは持ち前の火力でガンガン殴っていくスタイル、そしてこちらデインを絡めつつ悪夢で寝させると一気にアドが取れます。お互い魔力の溜まる速度はもうほぼほぼ同じですからね。魔王サイドはモンスターマスターに比べて勇気が溜まりやすい補正はあるけど、どうなんだろうな。まあ、とにかくね、バズズが刺さります。バズズ、ハーゴン、ベリアル全員火力がね、まあ、なんていうかな、無道より高いんだよ。無道はどっちかっていうと、まあ、回避とか状態時を絡めたちょっとバランス的な感じなんですよね。ハーゴンは攻撃特化です。なのでデインで今からね、多分ね350ぐらい出ます。370出たわ。350どころか370ですよ。ただ向こうはね、ご利用します。それこそさっきの3戦目の勇者みたいに、なるやましい。さあ、ハーゴンは持ち前の火力でガンガン削っていく。こちらデインを絡めつつ、確定イメージのデインと悪夢でね、全てがひっくり返りますよ。夢よりも恐ろしい現実をはるか見せよろう。いざ。結局この悪夢で全てが終わるんだ。君たちはどうだ。はい、あ、だいぶ出るな、ダメージが。そもそもバズズ、バズズが止まる。悪魔の爪痕をまず止まるか。でも一体ごときじゃって感じだな。こいつは強いぜ。イオナズン、ベリアルのエース、うわー強すぎなんだよ。強い強い、150はおかしい、150はおかしいよ。150はやばくない。一体キリサキピエロって別にバカじゃないで弱いわけじゃないんだよ。ベリアの火力がいかにおかしいからよな。さあ、おっと、ここでキリサキくん避けたか。キリサキくん、この一手でかいな。向こうもこっちもダメージですよ。追いつく。多分ね、お互いその6ターン目に決着がつかなかった場合は、あの HP、 残り HP の多い方が勝ちっていうことになるんですよね。魔王系統で実はその勝ち方が非常に多くって、まあ、特に一体系の魔王ですかね。一体系の魔王はその耐性とか勇気の溜まる速度を生かして判定勝ちに持っていくチキンや卑怯者集団と呼んでますけど僕は。こうなると HP、 残り HP で勝負が決まると言っても過言ではないね。ほぼほぼ勇気の溜まる速度は同等だから、とどめや総裁になってHP の判定になるのかな。でもそうなるとね、俺はね削り切ってほしいけど、ね、どっちかに。その削り切りはハーゴンチ、てか今回は意外と武道がね2勝ち2負けだからね。まあ後半のパーティーが強すぎた説がちょっと否めないんですけど、普段よりすごい強いパーティーができてるからね武道には。いやー、ハーゴンチーム削り切ってきそう。
これ武道、これどうすんの武道。やっぱ最強の最強と最強はぶつかってたからね。ハングも強いからね。さあ悪夢、このターンの悪夢大事です。めちゃくちゃ大事だよね。ここでどんだけ出るか。さあ悪夢で寝てもらいましょうか。レンネの時間だ。はい、あーでも入ってないな。あまりバズーはよく出るんだけどね、あまり入ってないな。でもバズズクこれ眠っている。でかいね。悪魔の背中避けてるのでかいよ。全員で安定した断定を取って、向こうもでもイオナズの打点やばすぎるんだよな。ヒノキ君どうしたさっきからちょこちょこベイリアルに打ってるけど、一番言っちゃいけねえところに打ってるからね。いやこのイオナズおかしいって。いやおかしいんだって。さあ、まあ、このターンで勇気がたまるのは、間違いなく勇気がたまるのが無道チームだけど、ラリホーまで止まってんのはちょっとねでかいね。もしかしたらとどめの逃げ切りがあるかもしれないですね、無道チームに。ラリホーまで1体寝かせればたまるかも。向こうはたまんない状態にできるかもしれない。さあ無道が悪夢で未行動のモンスターを止めれるかどうか。止めれなかったら厳しいね、反転長からね。あーこれやばいね。悪魔の爪痕が来るぞ。おっと避けている。ピロリピロリピロリ入った。このターン勇気止まるかな。ハーゴン見るかな。ハーゴンがでも早いよ。ハーゴン素早さめっちゃ早い。あこれは総裁になったかな。これ総裁になったかもしれない。はい、おっとピロリ、キーザキ君ピロってる。これ溜まってんのか。あれ木崎くんがここでピロリ見せたわ。分かんなくなったね。分からない分からない、全く分からない。これでもお互い同等だったんなら、あでもこの悪夢でもしかして、え HP ひっくり返っちゃう。 HP も返せる。まず悪夢が、はい、あ避けれる。バズズ寝る。勇気はどっちだ。勇気溜まってるよ。あ溜まってねー桐咲くんの回避率に負けたようだだね終わりだイオグロンター。いやーハグ自慢じゃあったのにな。いやでもすんごい勝負だったな。いや俺溜まってたと思ってたわ。あーでもね、うん、やっぱり最強の名は揺るがね。